ペダルついてる。ペダルつきました。イエーイということで。ペダルつきました。イエーイということで、はい。ちょっと皆さんどうですかこれ。ペダルついてますよ。前回のさ、レッスンで、そうです、ね。すごい苦戦してた。苦戦しました。いや、今も苦戦してる。コメントももらってたよね。まあそうですね。ペダル大変ですよね、みたいなね。本当に大変。ペダルを前回のレッスンで初めて、うん、まあ、教えてもらって、うんうん、まあ今日、まあ1週間ちょいですよね。2週間経つぐらいでまた来たので、ね、うん、まあ1週間ぐらい練習して、うん、まあ今日つけてこんな感じです。はい。すごいじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと、ここも、熟練の技だとここを一個一個やるんだよっていうところを、うん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 、いやもうこれは挑戦してもダメだろう。熟練ですよ、熟練。やっぱピアノって、もちろん基本はさ、こう鍵盤を押すっていうのがさ、もちろんその、はい、基本の奏法なんだけどさ、はい、やっぱペダルがついてなんぼなんだよね。はい、そうそうそう。だからペダルを使うことが、前提の楽器だと言ってもいいぐらい、やっぱり、それによって、もう本当に何万倍もこう、表現の幅が広がっていくので、そうそう。で、今は、もう全踏みしてると思うけれども、はい、これを本当にこう、ハーフで踏んだりとか、はい、もう、ハーフよりもちょっと少なく踏んでみたりとか、なんかいろんなコントロールがこうできてくるようになると、すごい楽しいので、うん、はい、ぜひ、大人からでもね、ちょっと、時間をかければちょっと、コンクロくらい。そうですね、はい。うん。やってみるといいと思います。はい。はい、ということで、レッスンの最初の、なんだ、そうですね。突然始まっちゃった。ご挨拶をしなくちゃいけませんね。はい。改めまして、こんにちはということで、大人からピアノを始めている、安田祐希です。で、教えてくださってるのは、野口浩太さんです。よろしくお願いします。はい。で、まあ、一応ジブリの曲を、初心者バージョンのやつを10曲やるっていうことで、まあ、いろいろ進めてまして、まあ、今回のテーマがまだ、アドリア海の海で、その次が、海の見える街、魔女の宅急便の曲になってます。そんな感じです。はい。そうなんですよね。だからこのさ、楽譜いいよね、やっぱり。そうですね。皆さんご存知ですか？超簡単ピアノ初心者っていう、これなら弾けるっていうシリーズ。これがさ、ジブリなんだけど、まあ、この楽譜しか僕見たことないけれども、いろんなシリーズ出てんだよね。なんか、そうですね。ね、2022年ヒット、J-POP とかなんとか、映画とかって出てて、まあ、これはジブリの曲がブワーってこう乗っかってて、そう、指使いとかが多少ちょっと、まあ、人によっては、その、上達段階によっては、ちょっとこう、不適切と思えるような指使いもあったりとか、まあ、そういうのはあるんだけども、でも、有名な曲をこんだけたくさん、簡単にカバーして、やってる曲集ってなかなか、いいなって思いますね。そう。で、まあ、そんな中から今アドリアの海へということでね。すごいんですよ、彼。ね、ただ弾くだけじゃなくてね、もうここ楽譜にしっかり書き込まれてるの、ちょっと自分で言いないよ、これ。アドリア海というのは本当にある海なんでね、地球上で最も浅い海の一つということで、あともう写真を見るとすごい風とか、もう爽やかな感じなんですよ。もう本当に。なので、まあ、それをイメージしようと思っても、こう、弾くと飛んじゃうんですけどね。ただ、まあ、そういうものだよっていうのを、こう、書いたりしてます。
素晴らしいですよね。だから音楽で、こう、音楽っていうのはそういった、なんだろう、言葉とか、絵とか、あの、視覚とかでは表せないものを、こう、聴覚を通して、こう、表現していくものだから、やっぱり何を言わんとしてるのかっていうことを自分なりに、あの、持っておくっていうことです。イメージってすごい大事なので、まあ、あの、すごくいいことだと思います。弾いてみる？そうです。うん。それせーの、リソレソドシソソ。それでね、ここのドシソラっていうそこのフレーズで、まさにリズムトレーニングでやってることが生きてくるのね。でどういうことかっていうと、リズムの課題をやるときに、こう、一つ目の音符より二つ目の音符が長いときっていうのは、アクセントの位置がここに移るよって。はい。そう。で、まあ、アクセントって言ってしまうと、この曲の場合はちょっと大げさな感じになってしまうけど、重さがこっちに乗ると、その、ドシーソーラ、少しね、抑揚の変化というか、これさ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、まあ、一拍目で移動してもこの、ポイントが置かれてくるんだけど、その中で、ドシー、これ、ドン、ダン、ダン、抑揚の変化がね、楽しめるようになるんです。だから、今、点でやってること、その、リズムだったらリズム、指のトレーニングだったら、安田くんの場合は、指を鍛える。そうですね。そう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 、はい。そう、あれをやってるけど、その点でやってることを、やってきたことが、こう少しずつこう、つなげていくっていう意味で、そう、全く、こう、無意味なことをやってるんじゃないんだってことが、自分でもこうやって実感できるようになってくると、よりこう楽しくなってくるので、まあ、ここなんかもそうだよね。ミド。それちょっと意識してやってみましょう。せーの。やってるね。足つらない？大丈夫？大丈夫。まあさすがさすが。彼ほら、車の運転のプロだったからね。で、車だからこうアクセルで。で、このペダル、すごくいいので、これ、上向系の音がこう上がってってる。で、この中からこう少しこう広がりというかさ、この、例えばじゃあアドリアの海なんだとしたらさ、この視界が、今ポイントしか見てなかったところを、うわーってこう前景を見るみたいな、そういうイメージを持つといいと思う。うん、せっかくここでこれをやってるので、はい、結局これも同じことなんだよ。ペダルをミーファーソーっていうのを一個ずつ踏んでいく。で、レミファソーソファフォーミー、この4小節と、ミファソラーファルドと、この4小、まあ5小節ちょっとはみ出してるけども、1回目、2回目なんだよね。で、一つ目と二つ目を比べたときに、レミファソ、この位置でね。レミファソ。で、二回目は、一つ上がってんだよね。はい。で、どっちを盛り上げたいかってことなんだよね。そうそう。はい、そうそうそう。だから、そこに正解はないんだけれども、うん、一般的には、まあ、上がってるとき、こっちの方をより盛り上げてあげる。はい。っていうのがいいと思う。どっちでも構わないんだけど。あまりちょっとなかったかな。この上がって、一つずつこう階段を登っていくっていう感じ、ね、それをね、やるにはね、この一
一番最初の音をね、少しエネルギーを少し少なめにしといて、1段階、2段階、3段階、4段階っていうコントロール。マックスにしすぎちゃうとこっちが作れないんでね。そう。だから、それでいて、一番最初のスタートの時点から少し、ちっちゃめ。そうそう。でね、さっき、この自分でさ、こう調べたさ、アドリアの海のさ、イメージってあるじゃん。はい、で、弾いてるときそれすっ飛んじゃうって言ってたじゃん。それでも OK だと思うのね。だから、ベースを描きたいものがあって、で、芸術って皆さん、どう思ってます？それを見て、聞いて、心が癒されたりとか、そういうものだったり、思う人も いるでしょうし、それはそれで、素晴らしいこと、素敵なこと、それいいの。それが間違ってるわけじゃなくて、ただ、芸術って、技芸なんだよね。アートって、技芸、技術の芸。はい、だ技術なのよ。はい、そうそうそう。だから、そういう側面もあるんだよね。だから絵画とかでも、その描きたいイメージがあっても、それを形に、絵という形にする技術がなくっちゃダメなわけで、うん、はい、そのアートっていうのは、実は多分ね、直訳すると技芸とかになると、技なんだよ、技。ね。だから、そのイメージだけじゃダメなのよ。ね。だからイメージはもうあるわけ、ここに。ね。で、それをどう形にするかっていうのは、技術。つまり、ここで言うとコントロールなんだよね。自分も今、僕も今ここを弾いてた時に、そんな海のなんとかとかって思ってられない部分ってあるわけよ。だからこのコントロール、少し、あんまりこう大きくしすぎると釣りあるからちょっと気をつけたねなみたいな。で次2回目だから、少しエンジンを吹かしてみよっか、みたいな。で、到着させたから、今度降りてくるばっかりだから、しぼませなくちゃいけないよね。みたいなね。かなり、アーティスティックっていうのは、なんていうのかな。うん。やっぱりそのコントロールっていう部分もすごくこう、大事だよっていうことをちょっと話してみました。曲の展開が変わってくるでしょ、はい、ミーソレソドっていうのが一旦ここで解決するんでね、はい、でまあ、海っていうことにしてるので、まあ、海なのでここはただ単純に景色だと思ってごらん、はい、でさ海ってさ綺麗だっていう人たち多いじゃない、はい、で綺麗だと思うでしょ、はい、でも実は海って綺麗なわけじゃないのよ。そうじゃなくて、はい、海を綺麗だと思う心なんだよね。はい。そうそう。だから中には、あんまりいないかもしれないけど、まあ、じゃあ海だとちょっと分かりづらい。猫とかさ、犬とか。あ、はい、犬が可愛いんじゃないんだよ。
犬を可愛いと思う心が、うん、心を持ってる人がいるから可愛いんだよ。はい、そう。で、犬大嫌いな人もいるんだよ。もう見るだけでもうなんかもう持ってね、人もいるんだよ。子供とかもそうだ、うん。ね。そう。子供が可愛いんじゃないの。子供を思う心。で、これは単純に、海の風景があるって思ってます。はい。ね。で、まあさっきここ景色ちょっと広がったとかなんとかっていうのがあった。で、こっちは、じゃあ、その海の、海を爽やかだなぁと思う気持ちだったりとか、うん。軽い感じとか、まあ、自分でいろいろ感じたこと書いてるけども、ここが心の部分だと思ってごらん。はい。うん、もう景色がそこになる、うん。その変化でやってみましょう。もう一回頭から行こっか。そうです。最後の終わり方が、こう、どういう風にペダル離すかなと思ったら、いい話し方でしたね。うん、こういきなりこう、離したことで、こう、バンってね、そう、何の余韻もありません、みたいな。そうそう。で、まあ、一旦ここで、ちょっともう一回いいよ。ここまでこうなんかこう上がってって、うん、ここからなんか下がってくる、うん。そうだよね。そう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 。なんかこの人寝ちゃうのかもしれない。ここで。せっかくこうゆっくり上げるっていうことにトライしてたから。もっと思い切って、もう足元見ながらでいいから。ちょっとやってみて。そうなかなかでしょ、ペダルって。だから、ね、ほんの1ミリいかないぐらいかもしれないのに、うん、音がバンって変わっちゃうんだよね。そうです、ね。まあ、変わっちゃうって言い方するとネガティブだけど、変えることができるんですよ。でも、あと、ドスドスいきますよね、うん、この。あ、そうそうそう。そう。そう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 。だから結構さ、バンバンバンって踏んでる人とかもいたりとかするけど、そう。あんまりね、実はね、こう、フルで、踏むことの方が少ないかもしれない。思い切りってことですね。うん、そうそうそう。そうそう。アクセル全開の方が少ないでしょ、きっと車運転でしても。はい、そう、それと一緒で、やっぱりこう、微調整をしてる。あ、そうそう。で、まあ、その、もちろん物理的には足で踏むんだけど、まあ、耳で踏むって思っていいかもしれない。だからさ、そういう意味ではさ、
あの、車の運転とかでもさ、そうかもしれないよね。その、なんていうのかな。目で見て、それでコントロールするわけじゃない。ね、目で踏むと言ってもいいのかもしれない。そうそうそう。別にちょっと話、変な方言っちゃうからやめるけど。そうそうそう。あの、自分の出したい音とか、あのね、あまり、ね、濁っちゃダメだよっていうことが、一応、定説というか、常識にな、常識的に最初に教えられることなんだけども、でもね、ちょっと待ってって言いたいのが、その、絵の具でも何でも、色を混ぜたりとかするわけじゃない。で、こう、ちょっとこう、濁ったりとか、色がね、あと、なんていうの、かすん、筆遣いでさ、こう、かすんだりとかさ、そういうのがさ、また、あの、味となることもあるわけじゃない。そうですね。あの、そう。ペダルの濁りってそもそも、何ですかっていう。例えば、ドミソの和音があります。これ、シレソの和音があります。全然ちょっと響きの性質が違うもの同士なんだけども、はいはい、これが、この二つの、ね、ハーモニーが、はい、全然、まあ、今、性格が違うものって言い方をしたけども、はい、一緒に響くと、不協和を感じるわけだね。協和していない。はいね、不協和。で、これは共和してるというふうに、はい、まあ、言ったりとか言葉ではね、言うんだけど、この、じゃあ、全く全然違うもの同士が一緒になると、どうなるかっていうと、こういうことになる。この状態が一般的には濁っているというふうに言われる。そうそうそう。だから、これだけじゃなくても、例えばね、じゃあね、もっと違うので言うと、これが今濁ってる状態。はい、全然違う和音。これが一緒になると、まあ、つまりはさ、こういう音の状態だよね。ね、だから、音を、その響きの性、まあ、西洋音楽っていうのは、まあ、楽譜、こういう五線譜で表せる音楽全般のことを、まあ、西洋音楽って。まあ、ヨーロッパで生まれたものだからね、ピアノにしても、この五線譜にしても、この五線譜の音楽理論的なことも西洋で、できたものなので、我々ってね、結構西洋、そういう意味ではね、まあ、クラシック音楽とも言うけど、クラシック音楽がベースになってる音楽を日々聴いてるの、ポップスにしても何にしてもね。その中で、まあ、何を落としたんだっけ忘れちゃった。あ、そう、濁り。そうそうそう。はい、あ、そうそう。一つ一つの和音には、機能があるっていう考え方をするわけね。はい。だから、機能和声っていう風に言ったりはするんだけども、それぞれの和音には、こう、機能があるわけ。ね。で、まあ、大きく、こう、三つの種類に分けられたりとかするんだけれども、ね。で、一つの種類の中に分類されている和音同士ってね、割と、共和しやすい。はい。ね。だけど、全然違う種類の機能のところに分類されているものを二つを合わせると、なんか濁って聞こえるっていう感じ。これは別に、なんかここを、例えば、うん、これって別に濁ってると言わないんだ。これを、そこが、濁ってるという風に感じる人もいるし、はい、はい、はい。それが綺麗じゃんって思う人もいるし、そう。あとは、なんだろうな、まあ、これ、ドとシでしょ、ドとシとソでしょ、一緒なんですね。そう、そういう意味では、じゃあ、みたいな、こういうような曲だったとしたら、あんまりさ、ちょっと全然違う表現になっちゃう。だから、ペダルを踏むのは、踏んで濁らせるのは、もしかしたら、適切じゃないとも言えるじゃん。例えばこの、なんだろうな、雨のポツポツ音を音楽にしてみましたって言って、ドとシとこのソだけの音で作りますって言った時には、やっぱり、このポツポツ。まあまあまあ、これも濁ってるかもしれないけど、でもほら、短くすればさ、なんかポツポツ音も聞こえるし。だけどじゃあ、この、三つの音で、じゃあ逆に、ロマンチックドリームみたいな曲を作るとするじゃない。そうそう、なんかさ、これロマンチックかなみたいな感じじゃん。ね。だから、
みたいなさ、こっちの方がさ、あの、多少、その、なんていうのか、ペダルで音を重ねても、それを濁りという風に感じない。ね、そうそうそう。ね、だから濁り酒をうまいと思うかどうかだよ。そうそうそう。ただし、やっぱり、だからそこにはさ、その、常識と個性のバランスなんだよね、やっぱり。そう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 。あんまりにもこれはちょっとさ、みたいなさ、書道とかでもさ、崩した字とかいっぱいあるけどさ、あんまりにもこれじゃちょっとどうよ、みたいなのもある、あれば、あの、程よく崩してる字とかもあったりとか、でもその程よくって今言っちゃったけど、その程よくの基準なんていうのは、もう人それぞれ全然違うわけで、そう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 。まあ、そういう意味で、その、濁っちゃいけないっていう、何が言いたいかっていうと、おそらくこの今の動画を見ていらっしゃる方って、ピアノを学習者さんたちが多いと思うんですけども、その、で、大体の場合やっぱりこう濁っちゃダメだよっていうふうに教わるのね。うん。で、それはそれで間違ってないの。そういう、基本的にはそういうことがあるんだけれども、ただし、その、濁っちゃいけないっていうのは、その、あまりにも、こう、それ、そうなんだって思いすぎちゃうと、今度、いろんながんじがらめになってきちゃうので、その、表したい音によって、いろんなことがあるよっていうことを、どこか頭の隅に置いとくと、まあ、学習、練習してても、苦しむことが少なくなってくると思うんだよね。うん。まあ、そんな感じで、このアドリアの海へはもう、上がりにしましょう。わかりました。ね。今、海の見える街4曲目として挙げてるけど、5曲目ももう決めとこうか。終わりがあれなんですよ。いけ、唐突に。唐突に終わるから、まあそういう時に、あ、終わるなこれって思ったら、ちょっと例えば今みたいに、ちょっと終わるぜ、作ってみたりとか、ストレートに言ったらどうだろうね、これ。そのまま行ってもいいかもしれないけども。で、今、ちょっと、左手、数多く弾いちゃったりとか、ちょこちょこと、違うことをやっちゃったところはあるんだけども、それも何もよりも、そのね、四分音符、この一つ一つの音をどう扱うかっていうところで、例えば、ね、極端な話、全部繋げて、やってみたりとか、全部スタッカートにしてみたりとか、一部スタッカートにしてみたりとか、いろんなやり方をやってみたけども、それは、正解はないので、まずは思うがままにやってみてください。はい。はい、これね、何はともあれ、これね、右手をしっかり、練習するといいと思います。右手、うん、はい、両手で手をっていうより、まずこの右手、はい、右手かなりいい練習になると思うので、というのはその16分音符の、早い動き。
か、そういう速い動きの、あ、こういうところもね、とかね、結構いいテクニック練習にもなると思うんで。おいで、海の見える街ね。はい、あ、弾けた。はい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 。高度だと思うんだよね。で、これ何を、これ今楽譜に書いてある指使いじゃない指使いで練習してきましょうの、まあ、宿題じゃないけどね、そういう課題を今彼はやったんです。まあ、ここまでそのままだけども、まあ、そもそも難しい音形ではあるんだけど、この楽譜のコンセプトが、まあ、本当にこの超簡単、これなら弾けるっていう、もう本当に初心者の人に、楽しんで弾いてもらう。僕別にこの楽譜出版社の、なんかじゃないですからね、僕。そう。まあ、本当に初心者の人が、こう、極力自分で譜読みして、自力で、弾けるようにっていうようなコンセプトなんだろうなって思うんだけども、その、まあ、弊害というか、まあ、彼が使う上での、その一つの弊害としては指使いなんだよね。そう。で、それって何っていうと、例えばさ、こう数学、小学生でまだ、こう、なんかいろんな公式とか知らない、ね、子たちが、公式とかを使わないで、こう、解く問題。なんかいろいろこう、うねうねで、こう、周りくどくやっていかなくちゃいけない。で、その時間かかる。で、だけど、公式さえ、しか、マスターしてしまえば、解けてしまう問題ってあるわけ。で、そういうのにちょっと似てて、まだ、その難しい公式は覚えていない人だから、こういう指使いしましょうねっていうのが、もともと書いてあるやつなのね。で、今彼には、難しい公式を覚えましょうねっていう、その運指上の、いろいろその、なんかこう、まあ、少し中級以降になってきた時の当たり前に使う運指。そう。なんだけど、ちょっとさ、こう指をまたがせな、あ、くぐらせたりとか、まあ、またぐとかって、こう、ポジションをこう、シュッてこう、なんか、なんか手首も上手に使わなくちゃいけなかったりとか、そういう意味で少し難しいんだけども、マスターしてしまえばこっちの方が楽なんだよっていう指使いを今やってんのね。はい。そう。で、今、見る感じ、ここの部分はもう OK だと思うので、そうだね。少しテンポをゆっくりして、他のところって見てある？いや、他のところもうここだけです。あ、OKOK。そうしたら、今ね、割と早いテンポでやってたので、そこまで今早くする必要ないので、みたいな感じで、このぐらいのテンポで、で弾いてってみようか。今初見かもしれないけど、
と、ラシド、シファソラララララソラソイチドミドサントシ、これね、そのタイトル、ここね、ここね、3でいくといいと、それで、うん、そんな感じ。まあ、あとは。あ、こっから変わるんですよね。テンポ。あのね、そう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 。だから、こう、ここから、ここに行くときに少し、こう、動きがあるっていう感じなんだけども、まあ、あんまり、今ね、これ見てみるとわかると思うんだけど、ここのテンポ表示、数字ではさ、100、こっち106でしょ。はい。そんな変わんないじゃん。ね。それってじゃあ何っていうとさ、その、音楽用語って必ずしも、まあ、テンポ表示、必ずしも速くなってる、遅くなってるっていうことだけじゃない場合もあるのね。そう。だから同じテンポなんだけども、速く感じたり、遅く感じたりとかっていうのがあるわけよ。はい。そう。まあ、ちょっと適切な例えかどうかわかんないけど、軽自動車で60キロ出してるのと、ワゴン車で60キロ出してるのって感覚違うでしょ。スピード感というか。だから、スピード感、あとは何かな、こう、うん。やっぱね、これなんだよ、本当に。感覚の感、うん。そう。だから、わざわざこれ計測してるわけじゃない。そのなんかこう、早く、このテンポ通りに弾けてるから丸とか、そういうことでも全然ないし、うん、その、なった時に、その、ちょっといい、どうだか、ちょっと実験してみようか。これが今、106出てくる。104でやってみるね。104で、まあ、普通に。ね、まあ、これです。で、これを、じゃあ、気持ち的に、コンモート、ウィズモーションね、動きっていうのを、すごくこう、大げさになるかもしれないけど、ちょっとそれを感じてやってみるね。じゃあ今度これを、じゃあものすごい、何しようかな、同じテンポでものすごい、じゃあこうおやすみなさいの音楽みたいな、もう眠りましょうみたいな、どう？違い感じとる？そうですね、違いはなんか感は感じる。感が違うでしょ。そうなんだよ。だから、そう、必ずしも、その、速いからといって、その、速さで何を表したいのかっていうことの方が大事で、この場合はやっぱりその、速くするというよりかは、動きが欲しいんだよね。で、こっちはさ、懐かしげにって書いてある。そうそうそう。ね。で、そんなにテンポ変わらないけども、ここからはちょっと動き。みたいな、なんだろうな。助走だよね。助走っていう言葉は普通にあるんだけど、幕が開いた感じ、ここ。うん、幕が開きました。
本編始めますよ。こんなお話です。中身はこういう世界なわけよ。そう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 。まあ、ここら辺が来たら、まあ、うらしい。あの映画にも必ずさクライマックスがあるわけじゃん。でクライマックスがあって最後こうエンディングへのさ導入ってあるじゃん、はい、そうそうそう。でそれがここで、はい、もうここでさなんかもう終わるよって感じしてするじゃん。なんかまあ動画だとしたらさ視聴者としてもさなんかさあそろそろ終わりそうだなこの動画みたいなのあるじゃん。そうそうそう。で戻ってきた時はそうで、オープニング本編これ、うん、僕が練習するとしたらその、うん、例えばテンポで どんな感じでちょっとあの練習どうしようかなってちょっと迷うというか、うん、どんな気だ。そしたら、はい、もしかしたら、100から104とか、まあ、110ぐらいの間でこれの練習するといいと思います。この意味ある。こっちはさ、四分音符が100、はい、だけど今ここに書いたのは8分音符が100から110って書いたのね、はい、だからつまり1と2と3と4とってこと、はい、そうそうそう。だから1と2と3やった覚えあるでしょこれ。そう。それでね、やっぱり、大事なのは、アドリアのさっきの曲でやったことって大事で、その、譜読みの段階から、ちゃんとこの曲が何を描きたいのかっていうことを、この曲がっていうよりか、自分がこの曲を通して何を、見たいのかっていう視点を持っといて、まあ、ここから動きっていうことだったとしたら、例えばじゃあ、まあ、あの魔女ちゃんなんだっけ、キキじゃないや、キキだっけ、ジジが猫だっけ、わかんないから、どっちどっちですか。そう、あの映画好きなんだけど、そう、名前が覚えられない。そう、キキだかジジだかがさ、なんかこう、空飛び回ってる風景だったりとかさ、そう、結局、じゃあさ、自分がさ、役者だと思ってみて、はい、ね、役者だととして、台本をもらうじゃん。はい、で、台本を読むときに、ただ単純に、その、文章を暗記することをする、本読みのときに。そう。じゃないじゃない。はい、本の、その役が、まあ、まず全体的にどういうシチュエーションのセリフなのか、ね。じゃあもし部屋なんだとしたらその部屋には何があってとか、いる、と書きという形で台本にはいろいろ書かれてるんだけど、どれぐらいの広さの部屋で、その照明がついてるとか、なんかいろんなと書きがあって、で、その、セリフっていうのが書かれてるんだけども、ね、すべての、最初のこう、なんだろう、一回目の自分での本読みの段階から、いろんな状況を、想定した上で自分のセリフを読むよね。うん、でね。で、まあこれはソロだから、ソロ演奏だからだけど、なんなら相手のセリフまでちゃんと覚えるんだよね。自分が喋れるようにするんだよね、うん。そうそう。それと同じで、その、ここにもう海の見える街っていう風にタイトルがあるのに、そのことを考えもせず、音だけ辿っていくということは、まあダメとは言わないけど、うん、それ何が面白くてやんのっていうことになってっちゃうと思うんだよね。これは私の個人的な意見です。そう。そうそう。なので、確かね、このね、魔女の宅急便って、まあ、実際にモデルになったとかっていうことはないだろうけど、一応それに近い、この、
映画の中の世界に近い場所とかが確かあるんだよ。なんかヨーロッパの方に。うん、その絵を見てみるだったりとか、うん、そうそうそう。何でも映画見るでも何でもいいし、うん、そう、そうそう。その上で、それと同時にこう、言葉を読んでいくように、うん、文を読んでいくといいと思います。はい。はい。せーの。こういう時にね、ここをね、長さだけの問題じゃなくて、重さとして、今、もう押した瞬間に、こう、抜けるというか、はい、押すと同時に離すみたいなことに、見えてる、はい、見えたんだけども、ね、もうしっかりこう、四分音符の、まあ、こっちよりかは、音歌って言うんですよ。八分音符、まあ、確かここにアクセントがついてて、ここには使わないんだけども、はい、でもそもそも持ってる音の価値として、こっちの方が長かったりとか、まあ、うん、まあ長いのよ。ね、そうそう。だから、それをちゃんと尊重してあげて、せーの。してみるといいよ。はい。せーの。どこ書いてある？2段目に。2段目か。せーの。1、2、1、2、1、2、1、2。そうそうそう。もう一回じゃあこの5番。せーの。1、2、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 
べてどう？前回と比べて、なんか、体で弾いてる感じがするんですけど、なんか。そうだね。そう。もうリズムって不思議でね、なんかね、一回ね、レッスンで、まあ、例えば、そんなにうまくいかなかったとするじゃん。はい、で、で、そんなにうまくいかなくって、でも何度も繰り返して、まあ、例えばこの1番がうまくいきませんでしたって、ね。で、まあ、1番もすごくもううまくいくまで何個もやんじゃん。何回もやって、はい、まあ、1回通せるように、必ずね、その、1台は、例えばこう、なんつうのかな。3小節目でミスったとしたら、3小節目からもう1回練習するでしょ。はい、ね。で、だけど、必ず最初から最後まで、通して成功させるっていうところまで、一回レッスンでやっとくとね。はい。で、そうするとね、次のレッスンの時にはね、できてたりとかするんだよ。うん。そう、ね、これ不思議なんだけど、リズムに関してはね、大体ね、家で練習しなくてもね、2回目のレッスンで上がるっていうのはね、経験上、不思議なんですよ、皆さん。これわかんないんだけど。そう、どうしてか。そう。まあ、シンプルなんでしょうね。これね、5本の指を使ってとかっていうよりかはね。そうそう。なので、まあ、ご心配なく。じゃあ、3拍子いきます。せーの。1、2、3。これはね、ここにね、重さを乗っけちゃうと、ちょっと、例えば、こうさ、こういう3拍子になるんですよね。これちょっとね、
重いというかさ、で、なんか、1、2、3、1、2、3、1、2、3、これで言うと、たーあった。いろいろね。軽くなっちゃうな、なんか。かゆくなっちゃうな。軽く。うん。せーの。1、2、3、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 1、2、せーの。1、8分音符と4分音符の差をしっかり出してあげると、こう対比が面白くなってくるね。せーの。1、2、3。せーの。1、2、3。これ、1回目で軽くしといた方がいいよ。そうすると、1、2、こっちが浮き立ってくる。はい、せーの。早かったですけど、気のせいです。もう一回やるじゃん、10番。せーの。1、2、3。そうですね。はい、じゃあ4拍子いきます。1、2、どうぞ。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。その回、せーの。このパターンで、ね、もう一回やろうか。せーの。せーの。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。これはね、この一拍目のに来る八分九分でね、はい、どうですか皆さん。いったーってできます。ちょっと一緒にやってみる。せーの。いったーって。そうそうそう。いよいよ。そう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 。うん、で、それが、一拍目に、八分九分が来て、で、その後が四分音符のパターン。うん、いったーっていうのと、八分九分、八分音符パターン。うん、で、
それで一拍目に普通にシボンクが来るパターンって、これなんかこうパターンがね、パパパパパってこう、ね、この4小節の間に。もう一回やってごらん。せーの。1、2、3、4、1、2、3、4。そう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 。せーの。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、そう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 。うん、だから見てる方からしたらさ、今何をミスったのか分かりづらいと思うからさ、言うとさ、ここなんでね、この、ん、たったった、ここが四分音符。だから、このしっかり四分音符としての価値を拾ってあげるっていうことを、彼は今、ん、たったった、こう、短くしちゃったんだよね。それで、わーってなってやり直したんですね。あれですよ、リズムの37ページの14ですから、ね。そうそうそう。つまずいてるんだよ。まあ、終わりました。終わりました。そう。この15番が、また、あー、えぐい譜面面になってるけど。1、2、3、4、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 
次が給付が来てるので、ここしっかり8分9分で書かれてるから、一瞬目で惑わされてね。これがさ、四分音符だったら、ね、そのままストレートにいけるんだろうけど、またこれ細かいからね。ちっちゃいから、これわざとね、キュッてしてんだよ、これ。せーの。1、2、3、4、1、2。今のだとね、四分音符みたいな弾き方だった。たーみたいな。うん。わかる？ついちゃう。せーの、1、2、3、4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 、
するよ。せーの。1、2、3、4。1、2、3、4。せーの。1、2、3、4。1、2、3、4。
これはさ、要するに、しがこの、これこそしっかり読めないと、なかなかこう、入れるべきところに入れるっていうのができないんだけども、はい、これはね、結構できてるよ。少しテンポ早くしてみよう、この16番。はい、1、2、3。はい。1、2、3、4、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 そうそうそう。はーい。ということで、はい。これはやったじゃない。いや、もう家で、こう、うん、もう、これやっとかないとまずいから、いつまでここでつまずいとんねん、ここ。あ、いいんじゃない？これ、これもう、いいよ。あのね、このね、テキストはね、その、まあ、合格って言い方も良くないんだけど、なんていうのかな。いつや、戻ったって全然いいやつだから、そう。でね、ちょっと今日ね、ただただ真似てって、右手ね。
ちゃうんですよ。自分の手じゃない。そうそうそう。今、彼は早引きをできる、早引き、まあ、早引きって言葉あるのかな。早く帰っちゃうみたいな。早く帰っちゃうみたいな。もう帰んのかよ、みたいな。早く指を動かせ、この野郎大会をしてます。はい、単調はちょっと難しいけど。体に馴染ませるこの thank you.
早く弾くっていうこともね、少しずつね、やっていきたいからね。はい。そうね、だからさ、フィンガートレーニングって、本当に、多角的、いろ、だから単純に、指自体の強さって言っていいのかな、タッチに耐えられる、筋力はやっぱり必要なわけじゃん。はい。そう。で、じゃあ、その強さだけを鍛えればいいのかって言ったら、またそうじゃなくて、早く動かすときには、また早く動かすなりの、いろいろな、なんて言うんだろう、この運動神経というものがあるよね、やっぱりね。そう。本当に時間がかかりますよね、こう。そう、そう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 。育成するのとか。そう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 。でね、とにかくね、もう上達をしたいっていうことであれば、素人考えでもいいから、自分でね、いいと思うことをね、どんどんやってみればいいんだよね。その先生とのバランスもあるけれども、でも先生じゃないから。自分が上達したいわけだから。そうそう。そう。で、今だって、すごい早弾きをやってみたけど、
今、一応僕、教師とはいえ、その、計画的にやってるわけじゃなくて、次はこうして、ああして、ああしてじゃなくて、その場で見て、こうかな、こうかな、ああかな、こうなって、こう探りながらやってるの見ててわかると思うけれども、だから僕自身は、あ、違うの、これかな、こうなんか首かしげながらやってたりとかするし、あのね、とにかく、いいと思うことをやる、で、ダメと思ったことはすぐやめるっていう、そう、そういうことの繰り返しだと思います。はい。はい。はい、というわけで、大人からピアノレッスンを受けて、僕、だいたい2年ぐらいになってるんですかね。いつから始めたのか全然覚えてないんですけど。わかんないとか言って。まあでも、少しずつ練習していって、まあ今こんな感じでございますという。がっつりブランクもあったしね。そうですね。1年ぐらい弾かなかった時もありましたし、ただまあ、少しずつ続けていって、まあピアノとまあお付き合いしているような感じなので、今後も YouTube チャンネル登録ぜひしていただけたら嬉しいなと思います。そして、まあ、もし、なんかこう、レッスンの中でやってることでよくわかんない、何やってんのこれみたいなのがあったら、まあ、コメント欄書き込んでもらえたら、ひょっとしたら、野口さんが。精一杯答えますので。はい、精一杯答えてくださる。ということなので、はい、ぜひ、コメント欄も使ってください。というわけで、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。また次回のレッスン動画については、ブログにも書いてますので、そちらを見てください。ということで、ありがとうございました。また次回の動画お楽しみに。バイバーイ。